19世紀末から20世紀初頭、物理学の領域では数々の発見がありました。その発見は従来の物理学の常識を根本から覆すようなものもたくさんありました。今回は物理学でも目に見えない小さな世界、ミクロな世界についての理論のお話をしていきたいと思います。いやー、SF めっちゃ好きやから楽しみやわー。よろしくお願いします。楽しみ。いや、さも当たり前のようにそこにいるけど、あなたは何？というかいつからいたの？え、宇宙人ってこと？関西弁の？そうそう、そういうこと。光の国のホニャララみたいなノリな。ウルトラ兄弟の親戚？名前はないの？そうやねん、名前はまだない。せやからまずはじめに僕に名前をつけてーな。お願い、我が輩は宇宙人である。名前はまだない。生かしてナウイ名前をつけてー。生かしたナウイって、でもつぶらな瞳で見つめられるとキュンとくるな。決まった。じゃあいい名前かわからないけど、うん、宇宙人だからウータンっていうのはどうかな。ウータン、うん、いいやん。ウータンか、森の鉄人オラウータンから取ってくれたんかな。気に入ったわ、ありがとう。僕初めてつけてもろたんやけど、なんかこすばゆいようないい気分やな。ほんまありがとう。どういたしまして。我が輩は宇宙人であります。名前はウータンです。よろしくお願いいたします。私は花です。よろしくウータン。よろしく花ちゃん。で、今回のテーマは何やったっけ？ウータンにびっくりしてちょっと忘れかけてたけど、今回は量子論です。そしてその中でも有名な思考実験のシュレディンガーの猫のパラドックスについてお話できたらなと思っています。量子論？量子論って何？原子よりも小さなミクロのスケールの世界を考える物理学の理論のことです。わかりやすく言うと、すっごく小さな世界で光や物質の粒子などの振る舞いを解き明かす学問のことです。もっと小さいです。例えば分かりやすく比較していくと、私たちの暮らしている世界の10メートルは分かるよね。バスの長さくらい？そう、それを基準に考えてみようか。はい。ここで10の累乗という表現を使います。累乗？この表現を使うことで、ものすごく桁数が多い数も簡単に書くことができるの。1万とかも？1万を10の累乗で表すと10の4乗になります。逆に10のマイナス4乗なら、その数は小数点を挟んで0が4つなので 0.0001 となります。つまり1万分の1ね。そうすると10のマイナス2乗メートルは1センチメートルになります。もっと小さくすると、細胞の中の DNA などの世界、10のマイナス6乗100万分の1になります。もう目に見えへんな。さらに小さくします。量子の世界ちっちゃ。すると原子の直径ぐらいになります。ちなみに金の原子は直径10億分の1メートルです。10のマイナス9乗ね。10億、果てしないな。最も小さな原子である水素の大きさは直径10のマイナス10乗メートルと言われています。それがいっちゃんちっちゃい？もっと小さくなります。原子を作っている原子核の直径は10のマイナス15から10のマイナス14乗メートル。陽子や中性子の大きさは10のマイナス15乗メートルとされています。それより小さいとなると、陽子の内部の空腔などで、スイスのジュネーブにあるとても性能のいい顕微鏡で直接観察できる最小距離は10のマイナス19乗メートルです。ゼロがめっちゃあって、そう、ゼロがたくさんある小さな世界、つまりミクロの世界では
私たちが生活しているマクロの日常生活とは、物質の振る舞いが常識とは全く異なってくるんです。常識とは全く異なる。ウータンは光ってどうやって伝わるのだと思う？光の元が飛んでいくんちゃうん？光の元って何かな？光の性質を持った小さな粒が飛んでいって、目に入ったら光として見えるんちゃうんかな。半分正解。今ウータンが言った考え方は、イギリスの科学者アイザック・ニュートンの考えと大体似ていると思います。光を粒とする考え方と言っていくのかもしれませんね。今のウータンの考え方は、光を粒として考える捉え方。しかし光にはもう一つ異なった性質があります。これが光とは涙という説です。光の正体を粒子であるとする考えを光の粒子説と言います。一方で光は波であるという考え方は光の波動説と言われます。で、本当のところどっちな？量子論的には光は粒子であり波でもあると言われています。つまり両方というわけです。ここが量子論の難しいところで、想像もしにくいところなのですが、この波と粒子の2つの性質を持ったミクロの世界の物質や光の振る舞いがとても奇妙で興味深いのです。はなちゃん楽しそうやね。私たちの生活しているこのマクロの世界では、このようなものは存在しないので、イメージが難しいかもしれませんね。しかしミクロの世界では、光は波のような性質を持ち、かつ同時に光の粒の性質も持っています。そしてこのミクロの小さな世界における光や物質を説明する理論を量子論と言います。めっちゃ小さい世界のことを説明するんやんな。目に見えへんのに説明できるってすごいな。そうです。とても小さな世界を説明するこの量子論のおかげで、半導体の性質も説明できると言われています。つまり電気製品やコンピューターなどの部品の説明、発明の助けになりました。普段使うものでもその中身となったら説明できへんもんな。ウータンの使っているものでも自分で説明できない技術使われているものってある？もちろん。例えば今花ちゃんのお話してるけど、そこで日本語を翻訳する機械とか、あと宇宙船の技術とかは難しくて僕はお手上げやわ。花ちゃんが住んでる地球でもスマホを使ってる人はぎょうさんおるけど、その中身を説明できる人は少ないんと違う？そうだね、確かに少ないかな。勉強すると楽しいんだけどね。楽しい。せやから僕も今回花ちゃんとお話しして、新しい知識が増えていくのめっちゃ楽しいで。量子論についてももっと教えて。 SF っぽい話ないの？花ちゃん。わかりました。では量子論の中でも最もポピュラーと言われるプラドックスであるシュレディンガーの猫のパラドックスを紹介します。ウータン、猫は知ってる？知ってるで。あの可愛い生き物やろ。この星に来たばっかりの時に公園で一緒にフィッシュソーセージ食べたわ。その猫は自分のことノラヤって言っとったのに、名前はまだないとも言ってたな。猫はわかるけど、シュレディンガーとパラドックスというのにはまだ出会ったことないわ。シュレディンガーは本名をフェルビン・シュレディンガーと言います。電子などの波が満たすべき方程式であるシュレディンガーの方程式の提唱者です。パラドックスというのは日本語で逆説という意味で、人の名前ではなく、一見すると正しいと思われる前提から納得しがたい矛盾した結論に行き着いてしまう問題のことです。例えば今から言うことはパラドックスです。私は今嘘をついています。ウータン、この言葉は本当か嘘かどっちでしょう？嘘つきは自分のことを嘘ついているとは言わんねんで。せやから本当かな。あ、でも嘘をついているのが本当なら、私は今嘘をついていますってのが本当になるから。え？あれ？あれれ？
これが嘘つきのパラドックスと言われているものです。なんか頭がぐるぐるなる、新感覚、パラドックス楽しい。気に入ってもらえたようですね。パラドックスについてはまた今度お話しできるといいかなと思います。宇宙に関するパラドックスにはフェルミのパラドックスや双子のパラドックス、オルバースのパラドックスなど様々なものがあります。今回はその中でも量子論の不思議な世界に関するパラドックスであるシュレディンガーの猫のパラドックスを紹介します。頭がぐるぐるなるかと思います。ぐるぐるなるの？楽しみ。シュレディンガーの猫のパラドックスは頭の中でする思考実験と呼ばれています。皆さんもぜひ一緒に頭の中で考えてみてください。まず用意するものは放射線物質が少量含まれている鉱物と放射線検出器、ガイガーカウンター、そして毒ガスの入った瓶とそのガラス瓶を割るためのハンマーと生きた猫、最後にそれらの全てが入るサイズの大きな箱です。毒ガスってなんか物々しいな。では説明していきますね。まず放射性物質が少量含まれる鉱物が放射線を放出すると放射線検出器、ガイガーカウンターがそれを感知して毒ガスの入った瓶が割れるようにセットします。放射性物質が少量含まれた鉱物からはいつ放射線が放出されるかは予測がつかないです。しかし放射性物質が含まれた鉱物からは10分間に 50% の確率で放射線が放出されることが分かっています。つまり 50% の確率で放射線が放出されます。 50% の確率で放射線検出器、ガイガーカウンターが放射線を感知し瓶が割れ毒ガスが発生します。そうすると 50% の確率で猫は死んでしまいます。その装置を全ての箱の中に入れて観測者からは猫が生きているのか死んでしまったのかわからないようにします。すると10分後には猫が死んでしまっている確率は 50% と言えます。せやな、 50% 死んで、ん？ 50% 死んでるってなんなん？どういうこと？逆に 50% 生きとるとも言えるんやろけど、それも変やで。 50% 生きとるってどういうこと？どういうことだと思いますか？猫が弱っているとか、息も絶え絶えっていう状態ではないもんな。はい、この場合の猫は死んでいる状態と生きている状態が共存しているということ、つまり死んでおり同時に生きている猫という存在になるということですが、そんなことはありえるでしょうか？いやいや、ありえへんと思う。いくらなんでもそんな無茶なことはないと思うわ。でも実際猫は半分死んでて半分生きてるって状態やねんもんな。これがシュレディンガーの猫のパラドックスと言われる思考実験です。あー、僕今頭ぐるぐるなってる。ぐるぐるなってる？付け足すと、シュレディンガーが提案したこの問題には実は未だに統一された解釈は確立されてないんです。まさにパラドックスってやつやねんな。猫を観測する前は猫は同時に生きていて死んでいるという状態にあり、箱を開けて初めてそれが確定すると言えます。このことを状態の重ね合わせということもあります。どうしたの、ウータン？シュレディンガーのウータンになりました。今僕は頭使いすぎてお腹が空いているでしょうか？平気でしょうか？お腹空いてるんだね。ご飯にしよっか。何食べたい？